ます。はい。まず今シーズンこの勝ちパターンでの登板っていうのが多くなってきましたけども、はい、投げてこう実感っていうものってありますか。まあもちろんその、はい、投げるその投げ応えっていうか、うん、全然違うものがあるんで、はい、それは嬉しく思ってます。結構その登板までのブルペンでの調整法っていうのは具体的にこうどのようにされてるんですか。まあ、それはもうずっと一緒で、もう何年も変わらないですけど、この接戦の場面でマウンドに上がる上で心がけてることとかってありますか。まあそれも接戦も何点差であってもビハインドでも変わらないんですけど、まあまず先頭を取る、そのためにはまあ初球を大事にしてっていうところからですね、はい、その初球をベストな、ベストな状態で入るために何かこうマウンドに上がるまでに気持ちっていうのはどういう気持ちで上がってますか。はい、もちろんあのブルペンの作り方とかが大事になってくるので、それは自分の体の状態とを見ながら一球一球投げてますけど、やっぱりこう勝ちパターンとして投げるっていうのはこう痺れるところってありますか。まあこれも僕全然変わんないんですけど、それはどの場面で投げようがやっぱりチームが勝つためにはって思うとやることは一緒なんで、まあそのどんな点差であっても変わってないですけどね。まあ、その ここからこう終盤戦、ファンの皆さんにここを見てくれっていうところを教えていただけますか。そうですね、まあ、派手なボールがあるわけでもないんで、まあ、ちゃんとやれよとまあそういう感じで見てもらえば、はい。まあ、改めてその終盤戦に向けて今後のこう活躍、ファンの皆さんにメッセージお願いできますか。はい、残り試合も少なくなりましたけど、一試合一試合、来シーズンに向けて、勝つために、やっていくので、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。海田投手でした。はい。